はい、小笠原兄弟弟の小笠です。よろしくお願いします。花車勇くんに来ました。花車さん、ドッキリします。はい、小笠原兄弟弟の小笠です。よろしくお願いします。おとす。花ちゃんもうちょっと後ろに。花車に失礼だろって言ってんだよ。僕も空手をもう少し体を動かしたいなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。花ちゃんもうちょっと後ろで、はい、っていうのなんつって、え、内側にっていう、え、内側にっていう、花ちゃんっつったし、あ、大丈夫です、ごめん、申し訳ないです、すいません、え、すいません、いえさ、すごくごめん、あのさ、はなちゃんおかしくないですか、それは。コラボしてくれてるさ、先生なんだからさ。申し訳ないです。さっきからさ、携帯も忘れるしさ。言ってでも、ちょっとオープニングとか考えてなくないですか。え？自分も考えてないじゃん。自分も考えてないじゃん。テンポ超悪いし、テンポ超悪いしさ、いや、そういう問題じゃないじゃん。もう鼻車って失礼だろっつってんだよ、失礼だろっつってんだよ、失礼だろっつってんだよ。いや、私空手やってないし、空手やってないとか言うじゃん、お前さ、そういうの分かるじゃん。年下かもしんないけどさ、そういうとこしっかりしろよお前。すいません、空気悪くなんで、もうやめてもらっていいですか。空気悪いの誰のせいだよ。大丈夫です。マジイライラしすぎ、本当。ひどい。すいません。全然。ごめんなさい、なんか私のせいで。どうしよう。え？やるの？え？え？どういうことですか？花車がチャンネル初ドッキリです。いや、もうほんとびっくりしました、もうごめんね、ごめんなさい。いや、よかったです、めっちゃ優しい。いや、このなんで手出してはるんですか。申し訳ございません。めっちゃ本当によかったです。どうしよう。もうね、すぐさま僕が行くんでって言ってくれたんで。ああ、さすがだね。さすがだよ、もう。早い、もう。早急な対応。ありがとう。そんな感じなんだと思ってました。初ドッキリでございました。いや、嬉しいです。ありがとうございます。はい、いや、本当冷や汗かきました。もうやばいです、汗。なかなかさ、こういう機会もないだろうな。いや、真っ白になりました。そう、なんか結構 YouTuber 的なことをやってらっしゃったので、はい、昨日の朝方まで、いや、もうなんかいろいろチャンネル見て、朝5時まで打ち合わせして、打ち合わせしてましたね。すいません、もう、携帯忘れる、消す、メモリ消すとかなんかもう全部そうなんですよ。うわー、全部それ今すごいですね。えぐいですね。携帯忘れたんだとか思ってました。じゃあ検証結果、本当に、はい、花車先生はいい人です。ナイスガイ、ナイスガイ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まだちょっと精神もあります。